愛することに疲れたみたい、嫌いになったわけじゃない。部屋の明かりはつけてゆくわ、鍵はいつもの下駄箱の中、きっとあなたはいつものことと笑い飛ばすに違いない。だけど今度は本気みたい、あなたの顔もちらつかないわ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋、それでも恋は恋。ありがとう。なあ、恋という歌を聴いてない。昔はな、こうやってありがとうございますお辞儀をした後、こうやってやったもんだけどな今はただドテッと行くだけだろな情けないな。昭和52年1月25日、松山千春、この世界にデビューします。旅立ちという曲でデビューしましたが、その曲を知ってられるという方ありがとうございます。ああ、誰が手を触れと言ったのなあ、お前なんてひょっとしたら釣られて拍手なんかしてないか、ん、自分の意思でちゃんと拍手したか